だいぶそのアジア選手権に向けて減量も進んでますし、まあ、またそうですね、柔道のパフォーマンスとしてもあの技のスピードだったりとかその組み手の部分でだいぶ元の調子には戻ってきてるんじゃないかなっていう風な感じには、はい、感じているんですけど、やっぱりスタミナとかそういったところで減量が続いてくると疲れとか溜まってくるので、また怪我とかしないように気をつけてるっていう段階ですね。オリンピック終わって、まあ、1年ぶりの試合っていうことで、もう2年後にパリのオリンピックが控えているということで、まあ、そこで2連覇するのを最終目標で、まあ、やっていくわけなんですけど、まあ、まずそのスタートとしてあるのがこのアジア選手権なので、まあ、自分の現状把握っていうのももちろんですし、パリのオリンピックに向けて、まあ、スタートダッシュが切れるような大会にできればいいかなというふうに思ってます。